出ろ出るな出るな頼むから出んじゃねえ。やった出た、ドラえもんバトルドームも出た。シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よう、今日の夜会は重心化アリスをエデンの中にぶち込んで内部で SS を出すってやつだぜ。またお前らか。私たちにぶち込むやつらはまずやっていこうか。まあ同時に艦隊の強さを見てくれよ。で、右下の 1B って書いてあるアリスをぶち込むんだ。なぜ右下に配置したかっていうとよ、真ん中でいつも通り縦貫するとよ、エデンをワンパンしちまう可能性があるから、一旦仮面にぶつかって減速して真ん中にはめるって作戦だ。考えてだろう。ギリギリを狙うぜ。ほんとギリギリだねえとよ、体力半分も削っちまってるから倒す可能性大だ。この微妙な角度で入ったら届くかな、真ん中まで。うん、ギリギリ。まあ仮面に2回当たりゃ大丈夫じゃねえか。よっしゃ、出ろ出るな出るな、頼むから出んじゃねえ。やった出た、ドラえもんバトルドームも出た。ちくしょう、やり直すのはだりからよ。とりあえずこのままちょっと進んでラストでぶち込むか。ここのエリアぶち込めんだ、出ちゃう。でも実を言うとよ、ラストエリアで成功したことねえんだ。最後めっちゃ難しいからな。けど俺はよ、エデンの中にぶち込むプロだ。エデンの中の人だ。どんな場所からでもエデンの内部に入れてみせるぜ。行ってこいアリス。次こそは出んなよ、頼む、出んなよ出んなよ。よっしゃポケ入った。で、そっちかーい。右上弱点狙って、ま、最初に触れたとこだから仕方ねえか。よし、リプレイでもう一回見ていくぜ。いい感じにぶち込めてんな。ぶち込み力は344万で、プラスで477。ぶち込みおすすめだぜ。そして中に出す。浄化の輝きがサタンの部屋を覆い尽くす。かわいい女の子は中に入ってんだからいいだろうが。木がピューって。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。